違法風俗反対、一人町から撤退せよ。ブリーチジャパン、なんだよこれ。ここは廃業したってのに今さら何の用だ。皆さんご覧ください、この不潔極まりない建物、そうソープランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。おー、この街に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。この一帯全てのグレーゾーンを浄化していきましょう。おお、この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、まだいたんですか。我が町の害虫の皆さん、お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店は閉めたんでしょ。あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。そうだそうだそうだ。ほら聞こえだろ、消えろや寄生虫。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん、チンピラの本性がむき出しだ。未だに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる。時代錯誤も甚だしい。今日はもう店じまいだ。とばっちりが来るぞ。くそ、肝心な時に清流会は何やってんだ。みかしめ取ってくだけで役に立ちゃしねえ。さっさと出ていけ。お前らみたいなのが社会を悪くしてんだ。社会の敵、犯罪者。さあもうこの町から出て行ってくださいよ。こちらの店長さんはよくわきまえられていたじゃないですか。自分の振りまく悪臭を止めるために自らの手であの世に旅立たれていった。なんだと。野々宮と言いましたっけ。常々見ているだけで気分が悪くなる人間でした。だからどうしても彼の死を悼む気持ちになれないんです。首を吊ったあの男の姿を思い浮かべると。大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますね。何するんだ。消えな、スエロ。よせろ。ダメだぜ、サッちゃん。なんでよ。バカか。もう遅い。警察に通報してください。今のは立派な暴行事件だ。こんな奴にはビンタじゃ足りねえよ。え、クソ野郎、こんぐらいやろ。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。なんだバットなんか持って野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね支部長。当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな。行け同志たち、全ての汚れを漂白だ。ブリーチング。味
げられると思うなよ。ああ、来いよ。私の番ね。来てみろ。引き上げられ。やめんな。なんだよ。おい、やめんなよ。見てなさい。やめた。なめんなよ。かかってこいよ。なめるなよ。かかっていきなよ。よし、行くぞ。やってやるぞ。見せてやるよ。なめないでくれ。こいつで。してみろ。どうするかね。くらえ。めっちゃやんのか。よし。覚悟するがいい。俺の番だな。とっておきだ。逃げろ。なめんなよ。よし、楽勝だ。